ったですよ。先輩たちも裏で笑う笑う。中島が返したボールの方が早かったよとかね。それも。プロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンもお願いいたします。今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けをしてまいります。そしてゲストはトレンディエース、あ、星野王子様、星野信之さんです。すいません、ここに書いていたので読んでしまいました。いや、ありがとうございます。なんかまだ読んでいただいてるんで、はい、ちょっと恥ずかしいしね、もういいでしょう。気恥ずかしいね。真っ向勝負のスローカーブでおなじみ、はい、星野信之さんでございます。2006年から9年までが阪神の2軍コーチ、そうですね、はい、そして10年から17年まで、はい、オリックスの投手コーチ、はいはい、長くそのコーチとして、そうですね、はい、まあまあなかなか難しいですね、はい、そうですか、うん、まあ、特に2軍のコーチというかね、はい、まあ、やっぱり上から降りてきて、ね、はい、10日間は今だって上がれないとかっていうので、はい、あんまり指示ばっかり出すと僕は思ったのは、ダメ出しばっかりしてるような、ね、いや、よくしてあげようと思うんだけども、そこももうこうした方がいいよ、そこもこうした方がいいよっていうと、あんまり3つも4つもやっていくと逆にダメ出ししてるような感じなので、なできるだけやっぱりね、ワンポイントで上手くなれば一番いいかなと思うし、はい、実際自分で投げてて試合でだって3つも4つもポイント気にしながら投げるなんてことはできないので、だいたいやっぱりワンポイントなんでね、それで良くなればいいなっていうのはあるんだけども、球が速いけどもクイックできないとか、いろいろね、いろんなことが出てきますね、ファーム。なるほど。うん、これ完成しているのがまあ一軍のある程度ね、はい、球速い子はどんどんね、今は増えてるんだけども、ファームなんかでも150キロ投げる子なんかいっぱいいると思うんだけど、やっぱりストライクが入らないとか、はい、やっぱルールの中でね、まずストライクゾーンに投げるということは非常に大切かなと思うんですけどね。今でもどっちかというとやっぱりスピードがメインになっているところは、まあそれはそれで武器ではあると思うんですけど、はい、どうなんでしょうね。だからそれこそ自分が投げるポイントっていうのを一つ掴めばね、何を掴むかだと思うんですけどね。阪神の二軍を担当されていた頃は能見投手だとか、そうなんですよ、藤川投手がいらした。うん、だから能見がまあ一軍に行ったり来たりっていうところでちょっとくすぶってて、結構25行ってたのかな、あの時にね、まあ、そのタイミングで僕が1年目のオフにそのハワイのウィンターリーグがあって、はい、そこで一緒に行った時に、まあ、一緒に飲み行ったりもしながら、愚痴を聞いてたのかな、なんか、なんかモヤモヤしてたのは間違いないですね。ファームでも本当に敵なしというか、もう簡単に抑えて帰ってくるんで、一軍の試合を見てると、また別人みたいな投げ方してるんですよ。それは何でかっていうと、スピードで言うと、二軍だと140、2、3、4ぐらいでパンパンと抑えるわけです。先発もリーフもやったし。でも一軍に行くと149、8、9ぐらい出るんだけど、ボールボールなんですよね、全部ね。全部ボールボールで汗だくなんですよ。ファームなんか暑いのに、汗一つかかずに抑えてくるんですよ。で、それをそのままやれてなかったんですよね、簡単に言えば。でも活躍しだしたら結局143、4ぐらいで抑えてるんですよ。力任せじゃないよっていうところに多分気がついたんじゃないのかなっていう、まあ、本人にそこは確認はしてないんですけど、そこはもう間違いなくそこで抑え出して、そこでローテーションを、掴んだんですけど、その手前で、はい、キャンプに最初一軍呼ばれてなかったんですよ、はい、だその時あの抑えの久保田っていうのがいて、はい、で肩がおかしいからって一回外れると、で一枠空いたんで、じゃあ能見って、あんまりなんか行きたそうな感じじゃなかったんですけど、頑張ってこいよって言って、そこからですよね、一枠空いたところにポンと入ってからですよね。自分でもラストチャンスかなんか腹くくっていったんじゃないかなと思うんですけど、今オリックスにいますけど、わからないもんですよね。2軍にいたらもしかしたらどうなってたか分かんないですよ。なるほど、うん、だからそのままできたことが良かったのかなって僕は思うんですけどね。ファームで0点台ってなかなかできないですよ。ちょっと力はね、それは1軍ぐらい劣るとは思うんですけど、ちゃんとやってる人にはやっぱりそうやってなんかいいことが巡ってくるのかなと思いますけどね、はい、コーチの肩書きまでついちゃって今度いろいろ大変でしょうけどね、能見投手もね、でも楽しそうにやってますね、オリックスで。
阪神にいる時よりも笑顔が多いような。あ、そうですか。なんかね、まあコーチの立場もあるから、はい、ね、はい、なんか複雑な感じで忙しいんでしょうけどね。まあ、たまにブルペンで電話取るとは言ってましたけどね。あ、そうですか。元気そうだし、体型も変わってないし、すごいなと思って。42ですよ、うん。一番太った時期ぐらいですから。でも大きくはお変わりでないですよね、星野さんも。身長は83cm で、ね、子供がもう現役時代のやつ見て気持ち悪い、痩せすぎて気持ち悪いって言われますから。でもあんまり食べれなかったんですよ、やっぱり、うん、いろんな経験しましたから、あの、打たれる嫌な経験いっぱいしたんで、バーッと考えるとね、あんまり食がやっぱり進まないんですね、うん、やっぱ緊張感の方が先に来るので、うん、朝パン1枚とかっていう、食べたくないんですもん、だってシミュレーションはするんですけど、はい、いいとこばっかり狙うと大体シミュレーションしたら大体フォアボールになるんですよ。でもまあブルペン行ったら、まあ、はい、これだったらなんとかなるなっていうのを見つけ出せた時は、はい、まあまあ、それが見出せない時はえらいことになっちゃいますけどね、はい。まあ、それだけ登板の日は繊細だと。命取られるわけじゃないんだからってよく言われましたけど、でも野球生命を取られるのかな、削られるから嫌なのかな、あれっていう、なんかいろいろ考えますけどね、打たれるっていうのは。ちょっとそのコーチをなさっていたお話も伺いましたが、ちょっと現役当時に戻らせていただくと、阪急オリックスでは上田俊治監督、土井正造監督、そして扇明監督と、それぞれも全く違う。そうですね、まあ、上田監督には本当辛抱強く掴んでもらいましたし、もうそれがなかったらずっと二軍でくすぶってて旭川に帰ってたかもしれませんし、いろんなターニングポイントでもう一回投げろみたいな感じで育てていただいたと。で、まあ、その次にはまあ土井監督、はい、土井監督は結構いい時に叱るタイプなんですよね。ほう、うん、結構いい時になんかもうちょっとこう、もうちょっとこうしたらもうちょっと良かったんじゃないかみたいな感じで、すごく話が好きなんで、結構選手は逃げてました。あ、やばいって、捕まるっていう、いやいや、いい話、はい、されるんですよ、はい、結構1時間ぐらいされるので。そうですか。捕まったらちょっと逃げてました、あのキャンプとかで休みの日にこうね、コーヒー飲んでたら、あ、監督だと思って、見つかったらやばいと思った瞬間にちょっと俺にもコーヒー飲ませてって、そこで1時間ぐらいずっとどんなお話されるの、そういうコーヒー飲みながら、まあ、配球についてとか、まあ、例えば僕が捻挫したら、でもそういうのも含めて実力やから、そういうのもしっかりやってくれと、お前は責任感を持ってやってくれってみたいなことはよく言われましたね。長嶋さんが講演しに来た時に、はい、土井君はバントしかしてないからねなって言った時には、もう選手大爆笑しましたけどね、ここぞとばかりに。ここぞとばかりに。監督さんとしてはプロ野球の、まあ、珍しいタイプの指揮官、うん、ジャイアンツではコーチされてて、監督はオリックスだけだったんですけど、守備とかのゲッツーの取り方で、例えばセカンドの人がトスの上げ方だとか、こう来た時にはこう上げなさいとかっていうのは、ああなるほどなと、 V9 やってた時の守備 その極意というかね、まあそういうのなんか、ああなるほどなっていうのはね、ありましたね。でもね、なんかきっかけあったらね、なんか教えてあげたりとか、トートがガッと入ってきた時にはカウンターにならないようにトスを上げなさいとか、ちゃんとなるほど、パン、はい、ちゃんと真上に上げなさいとか、ああそうかそうか、なるほど、まあ言われてみたらなるほどなんやけど、うん、失敗する子って結構、うん、こうやって思わず投げちゃったりとかする子が多かったりとか、ね、向こうが走ってきてながら別にベース上に上げりゃいいんやっていう、はいはい、上手い人は大体ね、そんなシンプルなんですけどね、うん、変なことしようとするからミスが起きるんですけど、V9 選手だった時にね、もう僕も子供の頃見てましたから、扇監督はでもね、一番最初来た時にはまず近鉄でライバルの監督だったので、どういう感じで見てるんだろうっていうのは、はい、一番気になったのはよくピッチャーを変えるという、僕らはまだその時ってやっぱり先発は完投だっていうイメージがあったんだけど、はい、結構早く変えるんで、逆に言ったらそのおかげで、まあ寿命がちょっと伸びた可能性もあるっていうのはあるんだけど、基本的にはあんまり完投は考えなかったですね。球がずっと低めに集まってる間は変えないですね、1対0でも、はい、平井を出さずに、はい、ある程度やってて分かってきましたよね、これだったら多分まだ続投だろうなとか、なるほど、高めに浮き出した瞬間に、はい、動きがバタバタバタってした瞬間には、まあ、その時はあの全部見えてたんで、
誰が一番力入れてやってるかなっていうのが分かるんですよ。で平井が力入れてやったら、はい、絶対逆転されないように渡そうと思って、あもうベンチの動きと平井の動き見たら分かるん で、で長い時で7、8、9投げてたんで、はい、まあ、その手前で鈴木平とか野村とかっていうのがいたんですけど、はい、誰が出てきても僕の後あんまり失敗したことがないので誰が出てきてもいいんですけど、動き出したら、はい、ちょっと待てよと、はい、このケースでホームランは絶対ダメだと、だったら最悪フォアボールでも動き見たら多分交代だろうから、あと頼むねって言って ほとんど失敗してないです、ね。平井も言ってましたもん、僕星野さんの時失敗した記憶がないです。あすごいですね。それまで緩い球ばっかり見てて、はい、平井はもうまっすぐ待ってても打てない、分かってても打てない球でしたから、あの時はノーヒットノーランやってた時も2安打、パポンと2安打された瞬間にすぐ交代だったんですよ。3対0だったんですけど、はい、ちゃんとゲッツー取って帰ってくるんですよ。僕の自責点もなしにしてくれて、本当にいろんな人にお世話になりましたよ、ね。はい、ちなみにあの現在のオリックスの中島監督ですが、うん、ねあのバッテリーをまあ組まれていたわけです。テレ取った人ですよ。今でも多分歴史的に見ても1回あれしかないでしょうね、多分ね。でもあれででもみんながこう知ってくれてたんで、はい、でも監督になったらなおさらその仕事やるためにそれが出てくるんで今ね、はい、こういうコロナの中だからなかなか取材にも行けないじゃないですか。この前たまたまホットモットでパッとすれ違った時に、もういろんなこと言わんでくださいよって言ってたんで、まあ、多分そういうね縦で撮るとか、はい、まあ、多分そればっかりなんですけど、あれはあれでまあいい思い出になってますけどね。あの時はでもすごい謝ってきたんですけどね。あ、そうでしたか、はい、ミットが届かなかったんで、うん、手で行きましたすいませんって言ってたんだけど、はい、全然 VTR 見たら動かしてないんですよ、はい、最初からポンと取ってポッと返してでベンチ帰ってきて、はい、言い訳がいやあったですって言うんですけど何にもなってないんですよ。赤くもなってないし、その謝り方もどうかなと思うんですけどね。痛かったですよっていう愛を感じますが、まあでもその時はでもね、うん、僕打たれてたんで立ち上がりでまた やらかしてたんですよ、インコースのカーブだったんですよ、はい、それが外抜けたんで、はい、それ何回もあったんで多分ちょっと切れてたんでしょうね。もうめんどくさかったんですよね多分。それよ、年下ね、年下ですけどちょっとしっかり投げろよっていう意味もあったのかな。なるほどなるほど。後で考えれば、負けてるんだけど、うん、もう先輩たちも裏で笑うもう。そうだったんですね。次投げなきゃいけないから、でもちょっと僕もおかしかったんやけど、だんだんそれがね、そう言われたらそうだよな、キャッチャー手で取るやつおらんよなと思って冷静に考えると、で謝ってきたのがまあそれだったので、ごめんねまたいらんこと言って手が痛いですよってそんなってみんなにバカにされて、中島が返したボールの方が早かったよとかねそればっかりやもん、ここまでずっとまだ流れてるのかな、映像残ってたりするんで、まあ、嬉しいというか、まあまあね、忘れ去られるところをまあ逆に言えばここまで残ってるっていうのは嬉しいですよ。今その中島監督というのはどういうふうにご覧になってらっしゃいますか。いや、あの若手をすごい思い切って使ってるん でみんな確実に力をつけてきてるんで、上が落ちてきたら一番上までいけるぐらいの、だって今ホームラン数もめちゃくちゃ多いですし、ピッチャーが打たれてるんで最近は、抑えもちゃんと決まってきたら今年優勝、まあ、どうなるか分かりませんけども、はい、A クラスに入る実力がもう十分あるので、非常に楽しみなチームになったなっていう、でコメントもものすごい怒ってる時もあるんだろうけど、押し殺して頑張ってますよね。だからね、あそうです、まあ、当然ミスもするのは分かってるんで、そこら辺は咎めないでしょうけどね。でも若いのは伸び伸びやってますよね。だからね、もう超ベテランも使ってるから、うんうんうん、目利きみたいのがすごいなと思って、まだもっと上を目指せるとは多分思ってると思うんで、まあ、本当の笑顔出る時は、まあ、優勝した時だと思うんですけど、でもそれぐらいのチームはちょっともう作ってはきているなという感じはしますよ ね、 だからね、大混戦になったら面白いですよね、はい、まあ、まあ、ある程度もうパリーグ混戦になってますけど、そうですね、うん、ただ当然ソフトバンクはね、はい、楽天も強いですけど、もう十分そこと互角、うん、互角とか互角以上に戦ってるんで、はい、怪我人があんまりいない、もう監督が開き直ってやってるっていうのがいいかなと思ってね、非常に楽しみです、そうですね、はい、読んであのその話を聞きたいですね、本当のことを、うん、どう思ったのか、手で取ったやつを今どう思ってるのって本当に聞きたいですよね。でもね、今だから今だから言える聞ける
そうあるかもしれないですね。でもボロカス言われそうと怖いですよね、逆にね。そうですね、ちょっとそうそうそうメンタルしっかり持って。そうそうそう。いやでは改めてですが、やはりその、はい、星野さんの武器であるそのスローカーブ、はい、というもの、改めてどういうふうにこれからもこう残っていくと思います、うん、どういうふうに捉えてらっしゃる。緩いボールってね、みんななんか勇気持って投げますよねって言うんですけど、でも僕は全力で投げてあのボールなので、緩いボールって利点っていうのは届くのが遅いじゃないですか、うん、でこれがまあ経験もいるんですけど、なかなか届かないってことは、まあ、打球が飛んでこないですね、ピッチャーライナーとかね、はい、バッターを人より見る時間があるんですよ。だからある程度なんとなくバッターの動きがちょっとまっすぐ待ってるかなっていう、本当は最初から癖があってね、はいはい、分かれば一番いいんですけど、でもカーブパンと投げた瞬間にまっすぐのタイミングの人は例えばクッてこう、ねうんうん、動きが速くなるとか、はいはい、カーブ待ってる人はずっとじーっとしてるとかっていうのは分かりやすいので、それに騙されたのは古田なんですけどね。おー、古田には一回騙されました、カーブ待ってるよってずっと。でも長すぎるなと思ったんですよ、後で考えたら。で次それは阪神の時だったんですけど、その時インコースまっすぐ行ったんですよ、はい、カーブ待ってるなと思って、うん、でここで一発勝負したれと思ったら、はい、パーンとホームランだったんですよ。で後日談で、はい、俺あのカーブ嫌いだからまっすぐを投げさせたかったんだって言われて、さすがキャッチャーやなと思って、でその1対0で負けたんですよ、うん、あちょっと1枚も2枚も上手でしたね。でもね、後なんですけど、でわざとらしいなと思ったの、ちょっとそうなんですね。ストライクだったらよかったんだけど、ボールになったんですよ。あーボールだったからね、あ我慢したんだっていうふうに、まあ、そんな駆け引きを出せるボールなので、使えるんだったら有効に使える球だと思いますよ、はい、今宮城君っていうのはすごい緩いボールを使うので、はい、150キロぐらい出るんでね、緩急はだから50キロぐらいあるってことなんで、バッターはどう対応するんだろうって、まだまだ勝ちそうな感じがするんで、うん、90キロ台のカーブを使ってほしいなと思って、うんうん、2年目ですごいなと思いますね。あそのピッチャーを確実に勝たせてたらもう、ね、まず連敗することがないでしょうから、うん、いい形でいくんじゃないのかなと、そしてこれからも星野さんの解説ですとか、はい、評論ですとか、はい、そしてまたねアカデミーも始まるかなというところですね。いらっしゃるということで、更新早く始まればいいなと思ってます、はい、そうですね、はい、ご活躍期待しております。あ、はい、ありがとうございます、はい、本当に貴重なお話たっぷりと、いえありがとうございました。僕は自分の話しただけなんで、はい、ということでですね、星野さん、はい、お話最終回となるんですが、はい、皆様にプレゼントがございます。あ、はい、星野さんが、今着用されておりますこちらのオリジナル T シャツのサインをお書きいただいて、ね、はい、1名の方にプレゼントさせていただきます、はい、概要欄からご応募ください、ということで、はい、真っ向勝負のスローカーブ、たくさんのお話伺いました。ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。星野信之さんでした。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。